ターマンです。以前ですが、東京マルイの10金エアコキリボルバーコルトパイソンの4インチモデル、まああんまり性能は良くなかったんですが失礼、まあこれをご紹介したと思います。ということで、コルトパイソンの4インチは持っていたんですが、また買ってしまいました。といっても今度買ったのはクラウンのコルトパイソン4インチ、10金のエアコキリボルバーです。なんで同じような銃を買ったのかというと、まあ一つはこれ結構安く買えたので、まあ秋葉原のお店で、2900円ぐらいで売ってたので思わず買ってしまいました。まあそれともう一つの理由は、こちらと比較してみたいなと、マリー製の、パイソンと比較してみたいなという、ことを思ったからです。ということでまず早速これを開けていきましょう。取扱説明書は、共通ですね。 0.12g 弾で、10金用は 0.12g 弾ということで、セーフティは、トリガーの上についている、まあそんな感じでしょうか。で、本体は、おお、なんか、すごい似てますね。まあ、まずこの表面の仕上げが、ブラックですけども、光沢のある、感じになっていて、これ一見パッと見たらどっちがどっちかわからないかもしれませんね。まあ唯一わかるのが、まあこのフロントサイトのところに、まあクラウン製はこの赤が入ってるんですけど、ね、丸い製は入ってません。それぐらいかな。グリップの形状も、まあ、微妙に違います。マリーセルが若干太いような感じですが、でもパッと見たらよくわからないですね。まああとは、右側を見るとさらによくわからない。唯一違うのが、まあ、ここに ASGK の文字が入ってる方が丸い。まあ、あとそうか。バレルの刻印が、丸い製は、ここに東京丸いと入ってますが、こっちは、クラウンエアソフトガン。ということで、まあ、近くに寄ってみればわかりますけど、遠目に見てると、全然わかんないですね。はい、それでは今日はこの10金エアコキのパイソン4インチ同士で対決をさせてみたいと思います。はい、それでは、対決その1、外観。まあ先ほどもご紹介しましたけども、パッと見ほぼ同じということなんですが、よく見ていくと、刻印は、まあ
位置が若干ずれてるぐらいで、書いてあることは同じですね。 Python 357、マグナム CTG というのを両方書いてあります。あとはこのコルトのマークもほぼ同じですが、ちょっとクラウン製の方が若干、まあ細かい話ですけど、ここ引けが入ってるような感じはします。それとグリップについてるメダリオン、まあ、これはやっぱよく見ると違いますね。クラウン製の方は、あ、失礼、手前が丸い製でした。丸い製の方がだからちょっとここ引けが入ってる感じ。でただメダリオンを見ると丸い製の方はちゃんとコルトと書いてあって、ちょっと立体感が強いですが、クラウン製の方はちょっとあまり立体感とない文様ですし、コルトという文字は入ってませんね。あとは、まあ、パーティングラインの処理に関しては同じレベル。ああ、ただこのハンマーの大きさが違いますね。丸い製の方が小さいですね。ハンマーの重さは丸い製の方が重いです。まあ左手で引いてるせいかな。やっぱり丸い製の方がハンマー重いですね。あとはこの辺のパーティングラインとか、これ多分ランナー派のこの付け根のとこですけど、この辺が未処理というのは、まあ、両者とも同じ。で銃口は前から見た感じはこう見分けつかないような感じですね。でインナーバレルも両方ともシルバーなのでアルミ製かな。はい、それでは作動の方は、まあすぐ出てきますけども、あまり回転はスムーズではない、こちら丸い製です。ブラウンの方はちょっと個体差かな、シリンダーがすぐ出てこないですね。回転は若干こっちの方がスムーズかな。丸い製の方はもうスイングインができますが、クラウンの方はちょっと、あ、クラウンの方もできるか、まあそういった面では互角ですね。まああと忘れましたけど、一応リアサイトは両方ともネジで上下、それからここの小さいネジで左右に調整することが可能です。はい、それでは重さはどうでしょう。
まず丸い製363.5g、 失礼、また間違えた。クラウンの方が、363.5g、 丸いの方が377.0。 まあほぼ一緒ですね。あとはカートリッジ、まあカートリッジはあれ、丸いのカートリッジはまあ、以前もご紹介しましたけども、こんな感じ。まあプラスチックで薬莢部分と弾頭部分が結構、綺麗に塗られています。それに対してクラウンの方は、まあプラスチックでこんな感じのカートリッジですね。まあカートリッジは丸い製の方がかっこいい。じゃあそれでは初速はどうなのか、それから集団性はどうなのか、その点も比較してみたいと思います。